こんにちは、心理カウンセラーの高森です。メンタの調子を崩されて新橋、浜松町、田町あたりで精神科クリニックを探しておられる方もおられるかと思います。最初は薬を飲んで症状を落ち着かせるというやり方が一つあると思うんですね。ただ人によっては薬の副作用が気になるですとか、薬をやめた後の再発が心配という方もいらっしゃると思いますね。そういった時は心理カウンセリングというものを併用していくというのは一つの選択肢になりますね。心理カウンセリングというのは対話を通じて心の体質改善というのを図っていきますので、再発リスクがぐんと低くなります。やり方としましては、まずは薬に専念するというのもありですし、最初から薬とカウンセリングを併用していくというのもありです。あるいはまずはカウンセリングから始めて必要に応じて薬を使っていくというのもあると思います。この辺は好みもありますので、ご自身にとって納得のいくやり方で進んでいってくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。